ウィリアム・シェパード・ベンソンはアメリカ合衆国の軍人海軍大将、初代海軍作戦部長を務めた。ベンソンはジョージアシューマコンで生まれて1877年にアメリカ海軍兵学校を卒業した。彼の初期の海上勤務は1880年代に懲戒奉還ドルフィンで行った世界巡行が含まれた。さらに彼は 海岸調査及び水路学の任務において活動的で、海軍兵学校の教官を務め、軽巡洋艦、オールバニーの艦長、艦隊指揮官の補佐や、その他の職を務めた。1909年に大佐に昇進して、太平洋艦隊参謀長となり、1911年には、戦艦ユタの最初の艦長に就任した。彼は1913年から15年まで、 フィラデルフィア海軍造船所の司令官を務め、この間に海軍省省へ昇進、初代海軍作戦部長に就任した。ベンソンは海軍作戦部長職の機能を定義し、カリブ海、中南米へのアメリカ合衆国の干渉及び、ヨーロッパでの戦争危機、海軍省内部が緊張していた期間に海軍力を増強することに大きく関与した。1916年に、 海軍大将に昇進し、アメリカ合衆国が1917年4月に第一次世界大戦に参戦すると、彼の責任は非常に拡大した。次の1年半にわたって、彼はヨーロッパ海域への展開とフランスへの陸軍の輸送といった海軍活動の拡大を監督した。1918年11月の休戦後、彼はフランスで開催された長い和平交渉に、 参加した。ベンソンは1919 19年9月に海軍を退役した。その後10年以上にわたって彼はアメリカ海運委員会において活動した。ウィリアム・ S ・ベンソン提督はワシントン DC で死去した駆逐艦ベンソン及び兵員輸送艦アドミラル WS ・ベンソンは彼にちなんで命名された。ありがとうございます。